皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。本日やっと、以前から皆さんに告知をしていた新企画、家片付けていいですかの第1回目も公開できることになりました。お待ちいただいた皆さん本当にありがとうございます。時間がかかってしまって本当に申し訳ございませんでした。この企画をちょっと説明させていただくと、この企画はですね、片付けのプロとして活動している金華ちゃんという、方がいらっしゃるんですが、その方は整理収納アドバイザーのプロ資格を持っていて、すでにもう中国の方に向けてセミナーもたくさんしてらっしゃいますし、中国では出版をもうしているもうプロの方なんですね。その方と一緒に、立ち上げた企画で、私自身が、どんなお家に行くのか、どんな間取りのお家に行くのか、どんなものをお持ちのご家庭に行くのかっていうのは、何も情報がないまま、そのお家に伺って、何も持っていかずに身一つで梶ヶ谷が伺い片付けをさせていただくという企画になっております。この企画、私はもう以前からやりたいっていうふうに思っていたんですが、なかなか一人だと撮影もうまくいかないですし、協力者がいないとすごく難しいなっていう風に感じていました。そんな時に、金華ちゃんが私の、中国のお仕事ですね、中国企業様とのお仕事 の, あの翻訳をしてくれた翻訳訳通訳をしてくれたりとかっていう風な関わりを持ってくださっていて、そんな話をちょこっと、こういうことが本当はやりたいんですよねっていう話をしてたら、ぜひ私も協力したいっていうことで、一緒にやってくれることになったんですね。で、金華ちゃんは、この企画では主に、動画撮影を担当してくださっています。編集だったりっていうのも金華ちゃんが一生懸命やってくれたりだとか、私も協力しながらやることにはなるんですが、そういうようなね、ことをしていって、皆さんに何がお伝えしたいかというと、大掛かりなビフォーアフターの企画じゃありません、この企画なので。大掛かりなこうビフォーアフター、魔法のようなビフォーアフターが見たい方はもうこのチャンネル多分不向き、この企画は不向きなので、他のね、大先輩がやってるチャンネルとか見ていただいて、あくまでもこのコーナーで私が皆さんにお伝えしたいことが、一人でもコツコツと継続できる整理収納片付けのヒントを私は動画を通じて皆さんにお伝えしたいと思っています。なので何の準備もなしに、何の、情報もなしに行って片付けをするっていうのを皆さんに見ていただこうと思ったんですね。隙間時間でできる片付けって絶対ありますし、その隙間時間でできる片付けを継続できるようになるっていうのが、一番いいと私は思っているんですよ。やっぱりプロの人を呼んで、片付けてもらえば、それはもう一気に綺麗になりますし、すっきりした気持ちにもなると思うんですが、それってすごいお金がかかることじゃないですか。なのでお金をかけずに一人でも隙間時間にコツコツできるお片付けって、こういう風なやり方、こういう考え方ですよっていうのをこの企画を通じて私発信させていただくので、ぜひですね、自分に合った片付けの方法だったり継続できる片付けの仕方っていうのを見つけていただいて、すっきりしたね、心地よい空間を皆さん自身で作り上げるきっかけにしていただければなという風に思っております。まずはじめに皆さんにお伝えしたいことが、私自身も金華ちゃんも動画の撮影のプロではないので、至らない点が多々あるかもしれないんですが、そこは温かい目で見ていただいて、コメント欄にですね、ここはこうした方がいいんじゃないかとか、ここをもうちょっとよりで見てみたいですとか、いろんなこうアドバイスのコメント大歓迎なので、ぜひね、そういうことに気づいたらそういうコメントをいただけたらなというふうに思っております。あとはですね、いいな、この人梶ヶ谷に来てもらっていいなというふうに思ったら、私のうちも来てほしいですっていうね、コメント残していただいたりだとか、していただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。それでは第1回目ご覧ください。何が一番心配ですか？心配なことは全然ない。たどり着けて家に着くかで、金華ちゃんに会えたからもう安心してる。寝ました、昨日。
寝れなくて私昨日ワクワクして。何が一番ワクワク？なんか金貨ちゃんと会ってどういうとこ行くんだろう。あ、どうぞ。あ、すみません、失礼します。あ、おはようございます。すみません、朝早くから。いえいえ、申し訳ないです。すみません、失礼します。どうも。あ、おはようございます。すみません、朝早くに申し訳ない。ありがとうございます。中はめちゃめちゃだ。恐ろしくない。中は何にも手つけないです。そう、いや、全然やばいっすね。綺麗すぎてちょっとびっくりしてます。すみません、外に出てるのあんま好きじゃないんで。あ、そうなんですね。そういうタイプなんで。ちょっと聞かせていただきたい。どういう感じが好きかっていうのは。外に出すのが嫌い。え？そうそう、外に出てるのが嫌い。嫌い。あ、了解です。できれば全部中にきれい収納。収納して、そう。パッと見。一致してるんですね。そう。パッと見、なんかスッキリしてきれいみたいな。もう、叶ってますけどね、だいぶ。いや、恐ろしい。収納の好みが聞けてよかったです、お二人の。ありがとうございます。だから逆に中開くと、うわぁ、いっぱい入ってる。感じ。もうぐちゃぐちゃ。あ、いいんですよ、いいんですよ。探すときは。あ、なるほど、なるほど。わかりました。じゃ探す手間がない収納が一番。そうですね。できれば、分類ごとに、こう、一応、パクさんとこう、よく遊びに行くので、なんとなく、あっちのこう、真似し、するつもりなんですけど、全然できてなくて、なのでできればこう分類ごとに綺麗に、あ、これがここ、これが、はいはいはい、すごく使えるよね。で、一応、物雑に多いんですけど、まあ断捨離して、こう必要最低限の方に収められるぐらいでもいいんですよね。意見が一致してるならすごくやりやすい。そうです、そうです。はい、了解です、了解です。わかりました。ちなみに、一番ここ今日やってほしいって場所あります？ここだけは本当に。この下？ここ？この下。え、全然、ちゃんと分けてありますね。ちょっとぐしゃっとしてるんで。はい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 、はい。で、そっちはもっと下。そんな。全然本とか言っちゃうし、広いうちに入らないですよ、これは。全然、やっぱりシャッとしてる。あっちの端はまだいい方。あ、こっち。そっちはまだいい方。こっちはまだいい。あ、その、うん、その上か。その上とかは。なんか、有効、交換、有効活用できてないっていう気もします。了解です。ちなみに、分類はざっくりしてる感じですか？ざっくりです。ざっくりです。ざっくりっていうか、うん。もうなんとなく。この辺は適当。かなり人。了解です、了解です。特に使いづらいのはここのゾーンですか？こう、キットが多いので、まあ、整理つくなら一番こう、やりやすいかな。了解です、了解です。はい。じゃあお困りのところを見せていただいていいですか？はい、すいません。今日はちょっとまずキッチンから、はい、アドバイスをいただきながら整理していきます。綺麗すぎてすいません。まず、はい、こちらなんですけど、うん、基本的に調理に使われてる小物とか入ってるんですけど、まあ、友達のアドバイスを聞きながらちょっとはやってるんですけど、はい、使いづらいところ、使いづらい、はい、とか、こう、出し入れとかも、しづらいところ、ね、分類されて、ちゃんとなってますけどね。はい、はい。まあ、ここら辺が基本的に毎日使うので、はい、ある程度、綺麗に整理できたら、と思うんです、ね。はい。ね、はい。で、この下の一段は、はい、まあ、割と使う頻度が低い方なんですけど、はい、まあ、ちょっと分類がしっかりできてないのと、うんうんうん、多分断捨離ももうちょっとした方がいいのかっていうのがあるんですけど。もしね、今使ってなくてこの先も使わないって言い切れるものがあったら、はい、この機会にもしかしたら手放した方が使いやすくはなるかもしれない。そうですね。ありがとうございます。はい、で、もう一つはここ。はい。で、私、料理が苦手で、はいはいはい、一応、まあ、ちょっと本、パッて出して、ここで、はい、やれればいいと思って、ここやってるんですけど、はい、なるほど。でも、今、あんまり料理してないので、はいはいはい、まあ、音は基本的に見なくても、
はい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 、何かしら作れちゃうんで、だからここら辺整理した方がいい。なるほど。これ多分あれですよね。ちょっと探すの面倒ですよね。多分そうですよね。そうですそうです。これちょっと改善したいですね。はい。ここも、まあ、一応、ちょっとした。はいはい、ですね。はい。なべ。あ、ここはもう、完璧にスッキリされて。あ、ちょっと。はい、はい、はい。一応。ここ下もあるんですかね。あ、ここも。はいはい、はい。まあ、普段は使わないもの、まあ、揚げ物とか鍋にするときしか使わないもんで、はい、まあ。了解です、了解です。はい、ありがとうございます。全体的に本当にスッキリされてるので。いやいやいや。はい。ここが一番で。はい。多分この列が全く有効利用されてないし、分類もできてないしっていう感じで、はいはいはい、奥さんとご主人様的に、はい、さっきあの外に出すのが嫌って、あの外はスッキリした方がいいっておっしゃったんですけど、はい、収納開けた時もスッキリしてる方が好きですか、はい、だとしたらこれは正解なんですけど、ただ取りづらいになったらこれはちょっと改善しなきゃいけなくて、高さの兼ね合いを、そうですね、はい、そう、ね、うん、まあ、開けてもすっきりしてほしいんですけど、うん、探しやすさも欲しいですよね。そう、そう、それがね、このぴったりな美しい収納の落とし穴で、ぴったりしてる収納って探しづらかったりするので、ちょっと、あの、棚板変えるだけで全然違うので、そこはちょっと改善できる。はいはい。これも安いもんなので、別にこれ、はい、どうしても活かしたいっていうのもないので。あ、いいですか、活かしましょう、これ。活かしましょう、これは。もし、あれなんか全然、はい、あの、スッキリしたものに買い替えても、はい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 、まずは、あの、いいね、あるものでやってみましょう。はい。はい、ここはちょっと、で時間かかりそうな気が。まあ、何でも適当に、はい、バーって配信した。了解です、了解です、はい、ありがとうございます、すいません、見せていただいて、うん、キッチン内はそんな感じですか、もう こっちとかあっちは大丈夫そう、ここは基本的に普段の使う頻度高い食器は、はい、素晴らしく綺麗に整っている、あのちょ覗いたりしてたんですこっちのお家行った時にで、はい、まあ、あ、素晴らしい素晴らしい、普段使うもんで、はい、まあ、ここは多分もうちょっとできそうな気がするし、はいはいはい、まあ一番使わない、どうでもいいというか、まあガシャンと一番下に突っ込んでる、了解です了解です、ね、基本的に、はい、あの扉開けてみるとみんな大変なんですうちはザッと入ってる、そんなことないですよ全然、ちょっともうちょっとなんか、はい、これも、うんうん、あのアルモンを使ってってるんで、うんうんうん、私的にはこの形がちょっと嫌なんですね。ここがね、そうそう空間がはい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 、あ、すごい、もう収納上手さんの発想です、あとなんかぴったり入れるもんあったらいいなと思ってるんですけど、でも細かい分類も苦手なので、こういう箱をドンドンってやって、はい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 、はい、もうちょっとなんか、まあ、こっちも可動棚なので一応高さ調整は、はい、変えれますね、全然変えられそうですね、はい、頻度的に上がストックかな、そうです、上は、まあ、はたまにしかこう出さないもんで、はい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 、ここら辺は、まあ、パスタとか、なんか乾麺みたいなので、はいはい、あのだしとか、はい、あと音のなんかの調味料で、はい、ここら辺は一応のラップとか、はいはいはい、適当に入ってここガラッと変わると思います、これ整理収納すると、そうですよ、うん、私もね、空間も有効活用できてないのと、うん、収納こう、なんていうの、収納グッズを活かせてないのが気に入らないというか、ここも改善しました、時間があったら、はい、ね、ここも、まあ、ありもんでこう活かしてるだけなので、はい、まあ、ちょっと、まあ、一応ここゴミ箱で、はい、まあ、ここは多分、はい、あ、下げられるんですね、ここは。でも、ね、これは、あ、ね、そうだ、ちょっとここは、これでいいのかもしれないですね。わかりました。はい、こんな感じで。了解です。ありがとうございます。はい、全然綺麗。いやいやいや。本当に綺麗ですよ。もうなんとなく使ってて、5年?5年かなと思って、そうそう。ちょっと改善していきたいですね。はい。はい、ありがとうございます。いきましょう。はい。はい。どうしましょう。やっちゃっていいんですか、もう。